チャンピーは日本で育成された盲導犬の第一号である。チャンピーとも表記される犬種はジャーマン・シェパード。1955年、あるパーティーで河合達夫から失明した息子の話を聞いたアメリカ合衆国の大使館付海軍部官であった WC ・ノーベル大佐が 社会復帰のための盲導犬として育ててほしいとして日本に送られてきたのが生後6ヶ月のオスのチャンピーである。その後、盲導犬の訓練について、視力障害者センターの教官であった松井慎次郎に相談したところ、日本シェパード犬協会会長であった相馬康夫に聞くことを勧められ、そして紹介されてきたのが塩屋愛犬学校を設立し、 警察犬や家庭犬の訓練をしていた塩谷健一である。塩谷によって訓練を受けたチャンピーは1957年より河合清の盲導犬として活躍した。しかし最後は河合が状況の際に預けた浜松の知り合いの獣医の下で休止。12歳とはいえ元気であったため河合にとっては全く予想外のことであった。2002年に NHK 総合テレビのプロジェクト X 挑戦者たちで、ゆけちゃんぴー奇跡の犬としてドキュメンタリーが放映された。2008年には、ありがとう。ちゃんぴー日本初の盲導犬誕生物語のタイトルでテレビドラマが放映された。ありがとうございます。